はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。かこちゃん様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。8月15日終戦の日、靖国神社正殿参拝懇親会開催します。詳細は党員メールをご覧ください。故意の税金滞納イコール脱税や懲役刑で永住資格を取り消せる法改正に韓国人団体と中国人団体が抗議書簡を政府に提出いたしました。でもって記者会見いたしまして、民団本部副議長、韓国人ですね。民団って韓国政府の下部組織って皆さんご存知でしたでしょうか。なんかパスポートとかの窓口もやってですね、引き受けて下請けでやってまして、大使館のね、それで予算お金もらってるみたいなんですけど、 K-POP が日本で人気で関係ねえ、日韓の政府が協調姿勢を示しても永住資格取り消し措置でやはり日本人は我々にはいてほしくないのかと思う。どうしていてほしいって思ったのかなー、K-POP が人気なのになぜ追い出すのかみたいな話してますけど、それだったら日本のアニメ、見てる国、アメリカとかフランスとかは日本人が悪いことしても追い出されないのかって話になりますね。華僑総会顧問、外国人が日本で働き暮らしたいと思う、一番は人間としてリスペクトされているかどうか。永住資格取り消し措置は全く逆の国境をしており、選ばれない国になれば日本にとって不利益になる。随分上から目線だな。永住資格取り消しのはどこの国でもやってることなのに、何言ってんのこいつらって話なんですけどね。世論です。税金を滞納せず法律を守れば良いだけでは、税金を滞納したり犯罪をするような人は間違ってもリスペクトなんかされない。ルールを守る気ない人に選ばれたくないです。お前らから選ばれたくない。別に中華に選ばれなくても構わないけど、リスペクトされてないと思ったらリスペクトされる国に引っ越せば、まず自分の人格や魅力を磨くのが大事。 K-POP が人気だから税金払わなくていいとか意味わからん。納税しないやつに選ばれても困る。犯罪者に選ばれたくない。反対するのは犯罪者もしくは予備軍と宣言しているようなもの。犯罪者や税金を納める気がない外国人に選ばれない国を目指しているから大丈夫。K-POP が日本で人気で、新大久保とテレビ局の中でしか流行ってないけどな。あとはテレビに騙されてる、この動画を見てないような、まあ非エリート層っていうか、まあ普通の人ですよ、普通の人、おばちゃんたち、これぞコリアンファーストストライクだな。一言目から嘘ついてそれを前提に話を進めるっていうですね、日本の嘘つき新聞も得意の手法ですねこれね。まず一言目に嘘ついて、過去で 目にした新聞のファーストストライクはですね、日本は国土が狭く、狭くねえよ別に。日本より国土が大きい国ヨーロッパでないよ、確かないよ、あったっけな、なかったよね。輸出に頼る国なんで、日本の外需依存率は米国の次に低いんですよ。内需率が 85% 以上で、まあ、米国の 94% とかに曲げますけども、世界第2位、鎖国しても困んねえ国だから日本は。輸出に頼ってないから別に、日韓政府が協調姿勢を示しても、いや少なくともレーダー照射謝罪しない韓国政府は示してないけどね、協調姿勢全然。バカの岸田がですね、一方的にスワップ再開や貿易ホワイト国復帰で保守層を激怒させてるに過ぎず、多くの日本人は竹島改正後の泥棒国家としか思ってないですけどね。やはり日本人は我々にいてほしくないのかと思う。取り消し対象は脱税と懲役刑だから、我々って主語巨大化してんですよね、全員じゃないからな。脱税と懲役刑の外国人なんかもちろんいてほしくないよ、いてほしくないのか。なんで自分らいてほしいって思われてるって思ってるのか謎ですよね。韓国人は外国人犯罪者にですね、外国人脱税者にですね、いてほしいって思うのか。中国の華僑どもですか、人間としてリスペクトされているかどうか。リスペクトされるようなことを
なんかやってっか、路上にタバコ捨てて注意したら逆ギレし、殴るまでして落としたり、奈良公園の神の使いの鹿殴ったり蹴ったり、動物虐待しといて、なんでリスペクトされるって思ってんのか、それとも中国ではそういう行儀の悪い他国に迷惑かけるやつが尊敬されるの、中国ではああいうやつがリスペクトされるの、選ばれない国になれば日本にとって不利益となる、ならないですよね。むしろ脱税したり懲役刑くらいような犯罪者に選ばれる方が不利益ですよ。ここでもですね、外国人全体に主語を でかくして煙巻こうとしてますね。対象は脱税と犯罪者だから、ちょっと読んだだけで矛盾だらけ、嘘だらけ、主語取り違えだらけ、こんなじゃ場が騙せてもですね、普通の日本人は騙せないですね。少なくとも私の動画見てるようなエリート層は騙せねえな。それにいくら文句たれようとも、もう国会で成立しちゃってるもんね、残念。他の国の永住者は文句言わない、中国韓国だけ、やっぱりこの2国か、特派って呼ばれるだけのことありますね。そんなんだからこの2国人は大久保丸さんに敵にされちゃうんじゃないんですか。こいつらですね、私らは脱税や懲役刑になりそうなことをやってます、あるいはこれからやろうとしていますって宣言しているって、なんで気がつかないんでしょうね。バカだからですけど、犯罪者に選ばれないことや犯罪者を追い出すことは我が国の利益なんで、日本と日本人にとって利益なんで、粛々と対象者の取り消し追い出しを進めてもらいたいもんですね。観光庁が今年4月から6月期の観光客消費動向を発表しておりました。1人当たり消費1位はフランス人の 41.8 万円、4人家族できたら168万円ぐらい使っていくのか。フランス人のお父さんも大変っすね。2位イギリス人 41.7 万円、3位オーストラリア人 40.0 万円、中国人は 28.6 万円でした。台湾人は 18.1 万円でした。韓国人は 10.7 万円でした。わわ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 わ、フランス人の4分の1しか使わねえ。国籍別の総額ランキングでは1位中国人 20.7%、これ外国人が全部全部落としてった金の、2割を中国人が落としてってるってことですね。2位米国人 13.0%、結構落としてくれんだな。アメリカ人来てんだな。台湾人3位 12.4%、 4位韓国人 10.4%、 フランス人の4分の1しか使ってがねえのに、韓国人割と1割金落としていくのは数が多いからでしょうね。2泊3日とかの短期でちょいちょい来て、数が多い。フランス人なんかイギリス人なんか遠いから、なぜ遠いから17時間ぐらいかかっちゃうから、昔はそうでしたけど今はどうなんだろう。来たら1回来たら10日とかいるんでしょうね。今年の観光客数は3500万人超えの過去最高となり、過去最多となり、8兆円以上が流れ込むって政府が試算出しておりました。平均的な外国人観光客はですね、宿泊費に 33%、 買い物に 31%、 飲食に 22% 消費している模様であります。宿泊費3分の1、買い物3分の1、飲食2割って感じですかね。世論です。韓国人はやっぱり金使わんな。韓国人が占有している宿泊施設をフランス人のために開けてあげるべきや。韓国人が宿泊するような宿泊施設はフランス人とかは使わないんじゃないかな。長期でいて金使っていくから、もっと高級なとこに泊まるんじゃないでしょうか。10万とか俺のお小遣いいかやん。職場で韓国旅行したとか正直言えないよね。女買ってきたのかって言われちゃうもんね。キーセンっていうんですか。韓国人が4回来るよりフランス人が1回来てくれた方がずっといい。消費額は少なくてトラブルは多いとか迷惑なんだよね。面倒ごと起こすから韓国人は来なくていいよ。韓国は日本より豊かなはずなのになじ。中国人は富裕層しか
来てないはずなのにしょぼいな。格安ホテルに泊まってコンビニの半額弁当を送って100円ショップで買い物して神社で小便、靖国神社とかですかね、借金してまで綺麗な国に来てカップ麺食ってんだろ、意味わからん、控えめに言って頭おかしい、こんなにケチくさいのに一番態度がでかいんだよな。神社で透析、喫煙、唾吐きなどやりたい放題と。対馬の神社ですかこれ、総額では1位の中国だが2019年の 36% から 20% に激減したんだって。2019年は外国人が落としていく金の3分の1が中国によるものだったんですけれども、それが2割に激減してしまいました。やっぱりあの中国経済崩壊してるんじゃないんですかね。今度あの金利も上げるとか言ってましたし、中国人の消費が多いってどうせあれでしょ、あの転売目的で売薬、バファリンであるとか、あとなんだ売薬、中国人に人気のパブロンであるとか、そういうのの仕入れとかでしょ。竹島を軍事占領している新生軍事敵国の韓国人がのんきに日本旅行してるのが信じられないんですよね、私には。ウクライナ人はロシア観光なんかできないでしょ。自民党公明党はなんでこれを許してんだか全然わかんない。中国人韓国人お断りの大久保バルさんは正しい。中国韓国内には日本人お断りの店が星の数ほどあるんだから相互主義取るべきですよ我が国も。にしても K-POP が流行っているのに永住資格取り消しはおかしいみたいな論調はおかしいよね。したらあの日本のアニメ人気なのに日本人は何をしてもいいのかって話になるしね。民団のあの何副議長バカなんじゃないの本当に。朝日新聞記者に共産べったりと事実を指摘されぶち切れた蓮舫さん、朝日新聞社に抗議。朝日新聞即土下座、こっち側には絶対謝らないのにね。共産党員共闘したのは事実じゃないですか、あんなに頑張ったのに意味がわからないですよね。恩知らずにも程があるよな蓮舫はな。立憲地方議員支持者ばかりの会合で口々にネットでバトルしていちいち反応して弁護士だの新聞社への抗議だの蓮舫さんはどうしてしまったのかと聞かれまくって往生したそうであります。どうもこうもね昔からそういう人だったけどね、どうかしてしまったのか。こういう人でしたよ別に。世論です。どうしてしまったの、いつもの通りでは、どんな結果でも何があっても切れる。昨日何食べましたかでも切れるぞ、文言ではなく記者ごときが私に意見を言うところが切れポイント、はい、敗北者の女をいじったらヒステリー起こしただけで理由はないんじゃね。蓮舫が都知事になったら在日外国人に参政権を認めてもらうって共産党が凱旋してたぞ。日本共産党は赤旗で蓮舫支持は勝利って言ってたぞ。責任は全て外部のスタンスだからね。共産党と連携っていうのが誹謗対象になるのか。共闘っていうか募金集めに利用しただけでは、あんなにべったりと寄るせって言ったのに選挙後は被害者面、内容よりも批判されたのが気に食わないってだけなんだろうな。だから誰かで構わず噛みつくと。蓮舫主席には称賛以外禁止だから。暑い中蓮舫のチラシ配りに毎日のように立ってる 3,4 人のね高齢者チームいましたよ。共産党員のお仕事でしょうけど、あんなに頑張ったのに、共産べったりって言われて激怒したんじゃこの人ら立つせないわな。記者の時が私に意見だと、ここが切れポイントだったんですかね。批判するのがこちら側の一般人だとですね、文句言う先がないからブロック、文句言う先がある朝日記者は許してもらえなかったんだな。いつでもどこでも何にでも切れるんで関わらない方が吉ですね。なんだっけ、なんとか三原則、関わらない、教えないだっけ、なんだっけ、見ざる言わざる聞かざるじゃなくて、話しない、あ、関わらない、何言っても聞かない、話さないっていうのはいいんですかね。新たに大統領候補になったカマラ・ハリスの正体にネット騒然。アメリカの蓮舫プラス辻元プラス瑞穂みたいなやつでした。アメリカ人なら9割が合格できる司法試験に落ちる、司法界に多大な影響力を持つ法学部教授の愛人になる、その教授に手を回してもらって司法試験に合格、さらには口利きしてもらって検事になる、
検事になったら用済みとばかりにその教授を告発して落とし入れる。検事時代はポイント稼ぎのために黒人を起訴しまくり、黒人層から凄まじく嫌われる。ブルドックのようなブサイク黒人ジジイのサンフランシスコ市長の愛人になり、政界に進出する。上院議員時代は凄まじいパワハラで、全上院議員の中で事務所スタッフ離職率がぶっちぎり1位、スタッフが次々辞めるもんで選挙活動に支障が出るほど。副大統領になると白々しく黒人アピール。しかし検事時代の悪行が再クローズアップされ、黒人層から憎悪される、これのどこが優秀なんだよっていう、反論なんですけど、世論です。これはひどい、とんでもねえ女だな、さすが蓮舫に失礼だわ、これはあのアメリカの蓮舫呼ばわりは蓮舫に失礼って話ですかね。蓮舫か瑞穂かと思ったらはるかに上を行くあれだったでござる。日本のマスゴミが異様なほどハリス推しなはずだな。なるほど、納得したわ、センキュー。黒人の敵だし女の敵じゃん。でも民主党も共和党も口を揃えてですね、バイデンよりマシって言ってますからね。バイデンどんだけ秘伝だって話なんですけど、選挙のために1日で127億円の寄付を集めてですね、1日としては史上最高額、資金は十分、あとは好感度ってありまして、蓮舫同様に好感度が低いんだなーって、悪行のあの自業自得で頼みの黒人層と女性層に嫌われてるっていうんじゃ、どういう層が応援するんだかね。金の集まりはいいみたいなんで、金持ち層の受けはいいんですかね、全然謎なんですけど、この動画でですね、あのハリスの正体を知ったエリートさんたちは、今後12月まで続くテレビの異常なハリス推しをせせら笑ってあげてください。今日の単身です。沖縄県北大東村村長、空自レーダー基地と常駐自衛隊員約30名を村として受け入れる。防衛に関することなら何でも反対のデニー陣営がオール沖縄を名乗っているのに、なぜ、なぜ裏切り者が、あいつらが言ってることオールじゃないっていう証拠ですよね。オールなんとかノーなんとかなど状態が一つしかない絶対語、完全とか完璧とか皆無とか、使う連中は幼稚でバカなんで信用しないでください。そういえばあの韓国人たちもなんかに逆ギレしてノージャパン運動やってましたね。貿易ホワイト国資格剥奪の時だったっけな。今はそんなことすっかり忘れて、のんきにあの日本観光してフランス人の4分の1しか金を落としていかないようですけれどもね。輪島市商店連盟協同組合破産、震災被害に耐えきれなかったみたいであります。負債総額約3000万円、一体どういう仕事をしてたとか知りませんけれども、世界に冠たる輪島塗りとかどうなっちゃうんでしょうかね、心配です。7月26日から始まるパリ五輪、もうすぐですね、今日23だっけ。トライアスロンとオープンウォーター競技にセーヌ川が使われるが、大腸菌の濃度が汚いから飛び込むなって評判の大阪道頓堀の4倍でほぼ下水と判明。汚いことを理由に過去110年間遊泳禁止になっている模様であります。セーヌ川水質改善に取り組まずに、この110年間一体何やってたんだフランス人という疑問がふつふつと湧きますけれども、直前の検査で基準値以下クリアしなければ競技が中止になる可能性もあるそうであります。直前の検査では全力でインチキすんじゃないですかね。でやりすぎて、飲料水より綺麗ってことになって、疑われるんじゃないですかね。捕鯨船への危険行為で国際指名手配されていた反捕鯨団体シーシェパード、うわ懐かしい、創設者ポール・ワトソンをグリーンランド警察が逮捕、 CNN 日本に引き渡される可能性がある、逮捕適切に対応していく、正義は勝つって言ったところですかね。日本の捕鯨量よりですね、日本が取るクジラの数より韓国のですね、偶然網に引っかかったわーって言って、取られるクジラの方が数多いのにね、日本は仕返ししてこないっつって舐め腐って好き放題やってた犯罪者に天罰を、賠償金たっぷり請求してやってください。
正義が曲げることなど許されません。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。